風天ジャンルネットシリーズの解説を行っております、ファイタープレート中の夏山です。もうすぐ開催されますジャパンエキスポ、バンダイナムコゲームズのブースではこのストームシリーズの最新作デボリューションの主流題が出展されます。今回のレボリューションはすでに報道されている通り、マシモディ活劇とか人海武闘祭とか様々な新しいものもありますけども、何を乗っても一番の特色っていうのはバトルモード、バトルシステムの一新です。奥義、覚醒、そしてドライブ、そしてガードブレイク、あと当て身のですね、さまざまな格闘ゲームとしての駆け引きというものにこだわって、今回我々バトルの方をチューニング、今までのシステムを一新、してますので、より奥深い駆け引きが可能となった、このデボリューションの主流題をぜひバンダイナムコゲームズブースに触りに来てください。もちろん当日は私も現場に駆けつけます。今までの潜入モードとはちょっと違ってね、新しい衣装で今回は臨もうと思ってますんで、今年15周年を迎えます。ジャパンエキスポはバンダイナムコゲームズのナルトブースへダッシュ。